ソングバードプレゼンツ、出会いは奇跡。この番組は人をもっと笑顔に、ソングバードコーポレーションの提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。出会いは奇跡の時間です。お相手はイラストレーターの根本誠とデンでお送りいたします。はい、今日はですね、はい、出会いは奇跡、この番組のエンディングで流れているですね、はい、同じタイトルなんですけど、出会いは奇跡の歌のお話をちょっと今日はしたいと思います。すごくおっとりとして、うんうん、いい曲ですよね。そうなんですよね、はい、これ実はですね、YouTube 捨て猫シナモンのテーマ曲でもあるんですけれども、はい、そうですね、はい、これはね、私根本真子が作詞をして、おデンさんが作曲したんですよね。しましたね。はい、シンセサイザーで作曲しました。はい、なかなかちょっとね、歌にその合わせて曲を作るのがね、結構レンさん大変でしたね。そうですね、即興で結構作曲することはあるんですけど、うん、それに歌を入れるとなるとちょっとまた話が変わるんですよ ね。なので歌詞から作って歌を作るパターンと、メロディーを作った後に歌詞入れるパターンと、結構違うんだなっていうのが分かりました。で、この歌は、シナモンとレイ君のちょっと温かい愛情物語を表現しつつ、人生のね、ちょっと希望の歌としても作りました。はい、なんかみんなの歌っぽくてすごく良かったです。そうなんですよね、はい、結構好評いただいて、うん、口ずさんでいただいている方もたくさんいらっしゃって、で、ね、はい、でこの歌はどなたが歌ってるんでしょうか。この歌をですね、はい、ちょっとお願いしたのがひなこさんっていう、うん、もともと有名なあるドラマのエンディングで使われていて、はい、歌っていらした歌手の方なんですけど、うんうん、連絡つきましてですね、はい、歌っていただくことになったんです、うんうんうん、ねえ、とても素敵なね、すごい優しい感じの、はい、そうです、びっくりしました、ね、仕上がって、はい、はい、本当出会ってよかったなという方でしたね。うんうんね、本当ひなこさんすごい素敵な方で、うん、で演奏しているね、井上太郎さんもね、すごい有名なね、マンドリンの奏者っていらっしゃって、マンドリンをあそこまで真剣にね、うん、まあ、知ってはいたんですけど、うん、この楽器はですね、はい、すごくいい感じで仕上がってるし、ね、うん、そうそう、またちょっと感動的でしたね、うん、はい、そのね、マンドリンのなんかそのね、音色がまた本当にすごく優しい感じに、ね、そうなんですよ、マッチして、すごくなんか青少年っぽくて、なんか本当にね、学校でもね、歌ってもらいたいなと思うぐらい、小学校とか幼稚園とか。ね、なんかね、みんなで合唱してもらったりとか、そうですね。してほしいですよね。はい。歌詞いいですよね。歌詞のスタートが、はい、一番スタート、いいですよね。この広い、私が歌ったらちょっと変ですけど、うん、この広い、うん、この広い空の中でって言うんですけど、はい、その空がですね、宇宙、宇宙の空ですね、はい、この宇宙の漢字をもじって、うん、この広い空の中で君に出会えたことが何よりの奇跡だっていう、はい、歌詞から始まります。いいですね。なんかね、この本当出会いって本当になんか奇跡ですよね。出会いは奇跡ですよね。はい、なんかこれをなんかその意識しだして、うん、なんか本当になんかこう人と会う時もなんかね、それを意識することで、あ、もう本当になんか今日は素敵な人に出会ったなっていうのがつくづくなんかね、うん、思えて、なんかね、我ながらこの出会いは奇跡っていう言葉がすごくなんかいいなと。すごくしっくりきてというか、すごいいいですよね。これいい波動を出してますよ、うんうん、波動という方もあるんですけどね、本当、うんうん、はい、そんな感じで、はい、
仕上がっていますので、ぜひね、あの皆さんも大切な人とこの曲をあのシェアしていただけたらなと思っております。毎回ね、このエンディングの、この番組のエンディングでお願いしていきますので、あとね、ステレコシナモンでもね、エンディングに流れていますので、ぜひ皆さんも聴いてください。はい、はい、よろしくお願いいたします。本当出会えない奇跡、はい、本当皆さんとね、出会えたこともこうしてラジオを通して出会えることも奇跡なので、そうですね、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました、はい、ではまたよろしくお願いします、はい、あ、ステネコシナモンの主人公のシナモンくんがなんか、はい、来た、来て来て、シナモン、あ、シナモンくん、すごいですね、このタイミング、やっぱりこれ出会いを奇跡ですね、奇跡ですね、やったー、はい、はい、あの、あ、え、うん、あ、そうなの、なるほど、そうか、うん、みたいですね、はい、はい、ではよろしくお願いいたします。はい、じゃあ続けて、はい、ゲストの対談コーナーに行きます。はい。はい、ありがとうございます。はい。はい、皆さん今日もよろしくお願いします。出会いは奇跡、対談コーナーは今日はですね、実はですね、先週まで捨て猫シナモンのコーナーの声優さんが、何名か対談相手だったんですけど、今日は最初ですね、私が出会った時に、お、なんかすごい方だなっていう印象があったんですけど、どこかの星のなんか大統領かなと思うぐらい、なんか10秒間ぐらいずっと考えていたという、あれですね、ビジネスをされている方の、ブランディング等をしていらっしゃるゆきよさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大統領、ありがとうございます。本当に素敵です。ありがとうございます。なんか前世はどこかの国の王様だったらしいです。あ、やっぱり、いや、なんかさっき本当にどこそこの大統領か、どこかの星の大統領か、どっちにしようかなと思ってたんですけど、王様、いや、すみません、わかんないですけど、いや、こんなね、僕は子様なので、子様が王様にしまって、ネタです、ネタ。ネタ、はい、やっぱあれですか、突然なんですけど、前世とか、なんか好きですか、そういうトークは。大好きです。宇宙の話と、前世の話とか、見えないエネルギーの話は、よく友達とも親ともします。へー、親ともされる。はい、いや、そうです、そうです。宇宙の摂理の話とかは、小さい時から親と当たり前に結構してます。すごい。すごい。はい、友達とかはヒーラーとか見えちゃう系の人も相当多いです。そうでしょうね。いや、僕も、はい、もう今年54になるんですけど、あ、毎回言ってるんですけど、今年54になるんですけど、結構スピリチュアルとか、うん、真面目なお話のスピリチュアルとかが大好きです。科学的にお話しして、なんか音差で何ヘルツになるとこういう頭脳が出るとか、そういうのが大好きで。そうそう、科学的根拠もあるとなおいいっていう。そうですよね。なんか、はい、今日から作りたいですね、科学的根拠のあるスピリチュアルの会とか言って、僕会員ナンバー1番。そう、科学的根拠はなきゃダメなんだけど、こうね、 Wi-Fi も見えないものですけど、やっぱり人間はエネルギーの塊なので、そのエネルギーの方が私にとっては重要なものです。表で喋る言葉とか見た目よりも。ああ、そうですよね。いや、本当ね、ゆきよさんとは今いろいろ私もお勉強させていただいてるんですけど、何ですかね、見えない、私ですね、今の話の続きで、はい、5G のスマホ持ってるんですけど、はいはいはい、こう触るときにピリ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 くるんですよ。あ、ピリ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 きて、ここは針に行ってんですよ。私だから なんとなく 5G が出たときに、私いらないって思って、うちの家族誰も 5G 使ってないです。で、 5G の Wi-Fi 使うとすごいプツ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 切れちゃうので、結局、あ、なるほど、はい、4G ぐらいがまでがちょっとちょうどいいかな。あ、やっぱり 5G からダウンデートしようかな。5G4G に。あったら便利なんだろうけど、なくても生きていけるなと思ってるので、あんまり、あ、意外とそう、先進的なもの手に入れないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです、そうなんです、うん、もちろん壊れたら買い替えますけど、うんうん、飛びつかないですね、全然。
取り付けられないですね。はい、いや、真逆ですね。僕は2年に1回スマホ変えてます。でもリフレッシュすると気持ちいいですもんね。そうですね。本当、私は鹿児島出身で、池尾さんの東京出身ですよね。はい。はい、まあ、早速なんで、本当ね、いつまでも話したいんですけど、もう5分過ぎちゃいました。あっという間にやばいですね、宇宙系の話。僕が27歳の時に、はい、何年前ですか、54なんで、まあ、引き算して何年か前なんですけど、はい、まあ、そこにいってして、何年か前、アメリカの成功哲学者のお話を、はい、人から、くどいように半年間も誘われて行ったんですよ。会社に住んで、大きい会社に私いたんですね。まあ、はい、あまり行きたくないんですけど、すごいでかい会社に行って、そこ休んで行って、その時に聞いたのが、人生の謎を解く、うん、5つの鍵という。うん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 、めちゃめちゃその当時27歳の時にすごいドハマりして、面白かった。それがきっかけででかい会社を辞めた。へえ、じゃあその、しつこく、いい意味でしつこく誘ってくださった方すごいですね。すごいです。もう私にとって、私は何でもプラスに考える人間というか、なんかマイナスに考える、うん、なんかやり方を教えてくださいっていうぐらいよく分かんなくて、もう何でもかんでもあってよかった、うん、この方がよかった、何が起きてもない人間なんで、お前バカかってたまに言われる時もあるんですけど、で行ったんですよ、はい、で人生の謎を解く5つの鍵っていうのが90分ぐらい受けたんですけど、はい、まあ本当安い金額で、うん、それを2回聞きに来ましたね。もう1回聞くとね、まあ、気になったからもう1回聞いたら、おお、やっぱりこれだみたいな確認でって感じでしょうか、ね、そうなんです。で非売品の冊子を買って、1000円くらいで買って、うん、それをもうなんかもう何回も何回も読んで、白い大学ノートに書き写すぐらい気になったの、ね、で、人生の謎を解く5つの鍵っていうのは、今はちょっと全部は申し上げられない、やっぱり一番最初にあるものが人生観っていうのがあって、個々の人生観、考え方、はい、でその後に姿勢があって行動があるというパターンですね、はい、そうですね。で、うん、本当に見せ方、伝え方、今スタイルプロデュースっていうね、はい、後ろにありますけど、はい、まあ、突然の台本なしでこのお話でしたけど、なんか人生の謎っていうのは幸男さんにとって何かありますか、こんな感じかなって。さっきのなんかエネルギーの話じゃないですけど、はい、なんか表側のことって何でも好きに、理性もあるし、知恵がある人間にとってはいくらでも変えられちゃうもんじゃないですか。はい。だから私にとって表側っていうのは今を過ごす演出であるとしか思っていなくて、はい、一番大事なのは、なんて言うんだろう、魂とか細胞、うん、というか、もう本当に自分個の、コアな部分っていうのはが一番重要だと思ってるんですね、うん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 、ただこれ表側で満足いく、今何でも情報を得られるし、ね、インターネットで辞書代わりにして何でも調べられてとても便利だし、私もすごく活用してるし、活用した方がいいと思ってはいるんですけれども、それとともに一緒になってコアなところが連れて行かれちゃいけないと思っていて、うん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 、それはあくまでも外側で時代のスピードとか流れに合わせて活用させするものであって、コアなところって変わらないと思ってるんですけど、みんなそこが揺れちゃうじゃないですか。ああ、そうですね。で、私よく言われるのが、なんでゆきおさんそんなにブレないんですか、ブレない方向にしてくださいって言われることが多くて、うん、うんうんうん、多分別に考えてるからなんですけど、別に考えられないっていう相談が多いことにすごくびっくりしてます。あ、よくわかります、それ今の。魂と外側って違うってよく聞くじゃないですか。だから魂は生き続けるけど肉体は死ぬみたいな。うんうんうん、よく言いますよね。はい、生きてても一緒で、魂と肉体って別とまでは言わないけど、うん、なんか包んでる外側っていうか、物質を触るためにちょっとなんかこうボディースーツ着るみたいな感じだと思ってるんで。で、人間的価値って魂の方に宿ってると思ってるんですよ、うんうんうん、けど物質的な世の中になると多くの人が
物質を求めるようになって、物質じゃなきゃ満たされなくなっちゃう、はい、ここにすごく謎って思ってます。謎ですね、はい、だからなるほど。そうだからコアなところを一緒になって時代に合わせて持ってっちゃうから、不安になるし、うんうん、なんか新しいもの手に入れなきゃって謎の焦燥感が生まれるし、あなるほど。だから私 5G 私がいらないって決めただけで、あれあっても別に構いやしないと思ってるんですけど、うんうん、欲しい人は買えばいいし、いらないならいらないでも生きていけるしっていう風に自分で決めることだと思ってるんですけど、それを決めることができない人が多いから、もっとこの分けて考えるっていう力をお伝えしたいと思ってるんですけど、一番の謎はそこですね。なんでか分けれないのかっていうのを今研究してるところです。あ、いや、やっぱり王様だ。そう、それこの間友人にも言われました。うん、だからやっぱりさ、一般の民の俺らみたいなのにはゆきちゃんの考え分かんないんだよって。そう考えないもんって。あ、なるほど。でも面白いねって、うん、だから王様でいいと思うって言われた時に、そうなのって。なんかねものすごく共感します。ありがとうございます。でも私たち増えてますけど、僕もたまにですね、意味が分かんないと言われるんですよ。あのやっぱり僕の場合は、そのさっきブレないっておっしゃいましたけど、はい、不動心っていう言葉で表現してるんですけど、はいはい、多分私の場合は不動心がなんかいつの間にか高校生ぐらいからあって、あそう、何が起きても別にどうもないという、あどうもないです、うん、あの単純に虫が怖いとか高いところが怖いとかそれはあるんですけど、気持ち悪いけど普通に生きていて何が起きても別にってあんま触れはやっぱりなんかすごい痛いできますね。あの解決できる問題しか起きてないと思ってるので、そうですそうです、おうって思うけど、じゃあこれをおうって思わないためにはどうするかとか、うん、だから例えば、気の合わない人が来ておうってなったらどう距離を取るかとか、どう仲良くなるかとか、うん、もうどっちかしかないじゃないですか。あそうそう、どっちかしかないどっちかしかない、大体どっちかしかないんですけど、多くの人が怖いって感じる、うん、言いますよね。だからなんで怖いのかなって言って、あの怖い感覚がわからないから、うん、怖い感覚はなぜなのかっていうことをいろんな書を読んだりなんか調べたり人にインタビューしたりしてめっちゃ研究してますよ。いやー、その研究結果をっていうか、なんか本当にあの小様でいいですか、私あのよろしくお願いしますみたいな感じであのファンになりますありがとうございます。なんかそれそう分けて考えられると、実は見せ方伝え方っていうのは外側のコントロールでしかないので、スキルなんですよね、ただの。そうですね、はい、魅力なんつうコアなところをうまく今の時代に合わせて属性のファンを作るために何を手段とするかっていうか、何を戦術とするっていう戦略を考えることなので、はいはい、なんかあなた自身を変えてくださいって話でも何でもないんだけど、そこにビクッてしちゃう人がいるのはやっぱりくっついてるからだと思うんですよね、外と中は。そうですよね、うん、で外と中は一致した方がいいんですけど、くっついてなくていいんですよ、うん、くっついてへばりついてるんですよね。あそうです、癒着しちゃうと冷静に見れないので、一致、同じ世界線にはなきゃいけないんですけど、はい、同じ世界線にはなきゃいけないけど、癒着してたらもう前後不覚になるので。あーなるほどなるほど、見えなくない、あの車で言うとアイドリングがないみな、うん、遊びがないみたいな感じになっちゃう、うん、運転しにくいじゃないですか、うん、運転しにくい、なあそう、あ分かる分かる分かるいや本当ね、普通のあのビジネスコーチングとかと全然違って、なんか本当企業の社長様でも、ま、すごいいらっしゃるじゃないですか、もうファンがこの間もあの言われました、あの美容系の人だって見られるから、はい、美容系の部門のところコンサル入ってもらおうかなって思ったけど、はい、いやいや俺自分 の, あの本体 の, あの仕事の方もコンサル入ってほしいとかって言っていただけて、あそうでしょうね、はい、あと銀行の役員の方が、うんうん、今 の,、うんうん、あのチームをどう動かすかっていうことで、あのこういうミーティング、うんうんうん、コーチングっていうのか、まあ私の中では脳内整理って呼んでるんですけど、脳内整理ですね、うん、脳内整理してあそれ使わないでこれ使ってくださいって、本人が持ってる力使うだけなので脳内整理って呼んでます。いやもうやっぱ面白いな、あなんか
本出すといいかもしれませんね。そうだから、そこをやるとどんなことでもできると思ってるので、そうですよね、うん、特化はしてるんですけど、とにかく自分を運転するための能力を上げるところがちょっと近いですかね。あー、なるほど。それがビジネスにした方が分かりやすいので、ビジネスの方が結果が出やすいし、うんうん、なので、そう、ビジネスマン、ビジネスされてる方に、会社員だろうとオーナーだろうと、まあ提案してる。いや、絶対忙しそうですよね。もうそういうことなんか、いろいろスキルも持ってらっしゃるし頭の中がこうわーってなってる。もう常に進化でしょう。そうですよね。そう、この前生まれた時の就職先みたいな感覚があったので、なんかお話を伺って、生まれた時かそうなんですよね。親とはどんな関係かっていうと、親子というより社長と部下っていう感じでした。そうですよね、はい、それそ多分そうかなと思います、はい、だから兄弟な、3姉妹なんですけど、3姉妹全員そう感じてるから、多分そういう空気だったなと思うんです、うん、ああ、だから多分か、うん、一人だけ感じてるわけじゃないんですよね。うんうん、多分家族で花火大会行っても花火大会の研究しそうですよね。花火とはとかなんであれが綺麗なのかとか、あそこはどこの花火屋が上げてるのみたいな、そこあで、ですよね。今これが流行ってるとしたら、こういうことが世の中で流行ってるからだって、マーケティングの話になっちゃう。あ、それね、僕よくね、ディズニーに行ってね、しますね。で、大体怒られますね。でも私は逆で、ディズニーランドはディズニーに興味ない人を連れてって、その解説をすると、なるほどって言われるのが楽しくて。あ、それいいかもしれない。興味ない人ほどロジカルに話すと、うん、そういう楽しみ方があるって知らなかったわとかってなるんで。あ、それいい。いや、もうあと2分しかないですよ早いやばい。ちょっと楽しいですね、はい、あの今どういうことをされて、どういうね、あ、ま、いろんな方に紹介はしたいんですけど、ちょっと最後、はい、本当に時間がね、ちょっとあの、はい、アピールをお願いします。あ、仕事ですね。私は仕事を、はい、あのあんまりこう企業であるとか個人事業であるとか、あんまり本当に関係なくて、自分の今までこれまでの社会構造で抑圧されて動いてきた自分から、自分の能力をしっかり使って、はい、プレゼン力、交渉力、印象力を上げる、あの、アドバイスをしています。最高。そうです。だからファッションとコミュニケーションっていうのもキャッチーな、あの手段だと思ってるので、ファッションやってから今度コミュニケーションの方でプレゼン力、交渉力、いや、自己 PR 力っていうんですかね、を高めるアドバイスで、今何が必要かで、その時スイッチしていくんですけど、それをあのアドバイスして、皆さん月商が500万から1000万になったりとか。なるほど、はい、そんなお手伝いをさせていただいてます。なるほど。あの詳しくはですね、ちょっとこちらにあのいろいろホームページやら今載せますので、ご覧になっていただいて、なんかこんなにあのすぐ初めてです、こんなに時間が早く進んでみたいなんて。いや、楽しいって感じだ。え、もう時間がない。そう、でも皆さん本当にね、魂を光らせるっていうことに、はい、今年は特に注力してほしいなと願って。大きい会社の人とつながって、やっぱりスタッフがいる方の人材育成なんかに私も入らせていただけたら嬉しいなと思ってます。そうですね、本当今日は人生の謎ではなくて、はい、雪男王国の謎でしたね。これ書物を出して私が営業します。いや、だけどあのこれ2回目しましょう、できたら、可能だったら、はい、ね、あのよろしくお願いします。あの、ありがとうございました、今日は。とんでもないです。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。この広い空の中で君と会えた、それが奇跡。愛することを教えてくれた。ありのままで大丈夫だよ。二人で見た夜空に光一つ、歩いて行こうよ。
しい時笑顔の数が溢れるよね空にたくさん悲しい時涙の数を分け合ったね希望に変えて二人で聞く雨音しずく一つ歩いて行こうよ手をつなぎ虹の空に誓うよ夢を抱いて